前回のあらすじ。申し訳ございません。何かわけでもあるんですか？いずれわかる時が来ると思います。わかりました、ジェンヌ様、ありがとうございました。わざわざ来ていただいたのに、申し訳ありません。ですが一つだけ助言の方させていただくと、今心を閉じている武器、その子は意外と身近な人かもしれませんよ。え、身近な人物、誰でしょう。まあ帰ってから考えるとするか。それじゃあジェンヌ様、ありがとうなんだぜ。はい、お気をつけて。なんとか収まりました。すごい顔してたけど、大丈夫？はい、大丈夫です。しかしどうやらパワーが大幅にダウンしてしまったみたいで、今とララヤンジュが来ると確実に負けるでしょう。え？それやばくない？ライカさん、考えられる方法は二つです。二つ？はい、まず一つ目は、今合体した黄色い子供をなんとか引き剥がすこと。そしてもう一つは、この黄色い子供に負けないぐらい弱い人物と合体する。そのどちらかだと思います。今さら弱い人見つかるのかな？確かに、それならさっきの黄色い子供を何とかしますか。いえ、それも正直厳しいかもしれません。え、厳しい？なぜですか？ライカさんは天の弱の能力を持っている関係で、戦力的にはかなり低い方々が揃っております。私も合体するときに能力をゼロにしてしまいましたし、ですので、おそらく私たち全員であの黄色い子供を何とかしようとしたら返り討ちに遭うのが目に見えております。なるほど。じゃあもうなすすべなし？諦めるの？それなのですが、一つ方法があります。チルノさん、教えてください。ライカさんの能力が極端に下がってしまいますが、あの黄色い子供より強い人物をライカさんと合体させるんです。そうすればあの黄色い子供を倒してくれるでしょう。その後合体を解いてくれれば元通りです。なるほど。でもあの黄色い子供より強い人って、簡単に見つかるのかな？まあ僕はあの子供がどれだけ強いかわからないんだけど。あの黄色い子供は正直かなり強いです。しかし合体をしていないため、絶望的に強い、というわけではないと思います。それにしても合体せずにあれだけ強いとは、末恐ろしい存在ですね。ならこの地獄でそこそこ強い人物と合体すればいいんだよね。確かにそうですが、その人物が信用できる人物でないと危ないと思います。え？考えてみてください。もし引き受けてくれたとします。しかし合体を解いてくれず、この体を乗っ取り出したらどうしますか？地獄の者たちだと十分考えられますよ。ではどうしましょう。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。最後は霊夢の一言でお別れです。ではどうぞ。皆さんどうもどうも、今日は謎々じゃなくて、霊夢ちゃんのありがたい一言です。いきますよ。お菓子を買うならコンビニでも、スーパーでもなく、薬局がおすすめです。